1980年撮影、大里俊春は、日本の現代音楽研究者、横浜国立大学教育人間科学部教授、新潟県出身。新潟県立新潟高等学校を卒業後、早稲田大学文学部で、フランス文学を学ぶ。同時にロックバンド、カセネタ、タコなどで、山崎春美らと共に演奏活動を行う。大学卒業後、 パリ第8大学芸術研究科修士課程、研究課程に学び、ダニエル・シャルルに指示する。留学から帰国した1990年代以降、ユリーカなどを舞台に現代音楽を主な対象とした評論活動を展開する。また、自らノイズ系のパフォーマンスを行うとともに、リュック・フェラーリなどフランスの前衛的な音楽家を積極的に日本に紹介した。 1992年には、自らのバンド経験を下敷きにした、小説、ガセネタの荒野を出版している。その出版に当たりよさとは、丸だから一生のお願いがある。何も言わずに、この原稿、ガセネタの荒野を本にしてくれ。頼む。一円の印税も、お金も受け取る気はない。ただし、一文字も変えずに出版してくれ。それ以外はすべて任せる。 古本屋で100円で売っている本のようなものを出会って欲しい。これを出さないと、俺はこれから生きていけないのだ。パリからも帰れないのだ。と語った。評論活動の傍ら、早稲田大学などの非常勤講師を務めていたが、1998年、横浜国立大学教育人間科学部に助教授として採用された。以降、多彩なゲストを迎えて共演するなど、 型破りな授業を展開した。横浜国立大学では、梅本陽一や木下長弘と同僚であり、2000年には、この3名の共編で、現代フランスを知るための36章が出版された。大里は、2006年に公開された魔章についての、ドキュメンタリー映画、AA では、インタビュアーを務めている。横浜国立大学で同僚だった、室井直や木下長広によれば、 大里はシャイな人柄で医者に体を晒すことを嫌って、健康診断などを受けず、菜食と甘みに偏った食生活によって、健康を蝕んだ結果、晩年には、闘病を強いられ、ついには落命したという。2009年11月16日22時30分、既得。ほぼ意識朦朧状態で大里、ガセネタは、すごいバンドだった。あんなバンド、ない。 2009年11月16日22時31分、大佐地味編はここで死なない。2009年11月17日去年51。2010年、評論を中心とした著作集、マイナー音楽のために、が出版された。2011年、月曜者より、カセネタの荒夜が復刊される。それに合わせて、カセネタの10枚組 CD ボックス。 散らかしっぱなし引くガセネタインザボックスがリリースされた。ガセネタ、タコは各項目を参照。ありがとうございます。